くよです。葵だぜ。さて今回も全力でヤバい話をしちゃおうかなと。ヤバいって何よ。意外な要因によって人が命を落としたって話だぜ。お決まりのやつ来た。ヤバいヤバい。追いつくよ、完全にテンション間違えてるパターンだぞ。いやだってこの後重たい話がひたすら続くわけでしょ。最初ぐらいテンション高くいかせてよ。うむ、いい心がけだ。ってことで早速始めちゃうぜ。やばーい。まずはアメリカのコロラド州に住む4人の子を持つ女性がインフルエンザにかかった子供たちに自然療法を続けた結果、4歳だった息子が脳の機能を失い命を落としてしまった話だ。早速重すぎる。脳の機能を失うっていうのはつまりそういうことね。生命維持装置で延命されてる状態だったが最終的にという内容だな。自然療法とは一体？それは2020年の1月に起きた話で、ある時5歳と生後10ヶ月の息子2人が熱を出し、その時母親である女性は風邪をひいたと思い2人を病院へ連れて行くと、お医者さんから子供たちがインフルエンザにかかってると言われ、家族みんな抗インフルエンザ薬のタミフルを飲んでくださいと処方箋を出される。家族も感染する可能性が高いからってことね。そう、だけどその女性はその後薬局でタミフルを受け取らず、そのまま子供たちを連れ自宅へ帰り自然療法によってインフルエンザを治そうとした。何それ薬に抵抗感を持ってたとかそういう話なの？だな。だからその女性はもともと子供たちにインフルエンザの予防接種も受けさせていなかった。そして女性は子供たちにビタミン剤を飲ませたりと薬に頼らず治療しようとするが、当然息子二人の病状が回復することはなく、やがて子供たちは39度近くの熱を出し痙攣を起こすようになる。でも母親はそんな状況になっても子供たちを病院へ連れて行こうとはせず、Facebook で自然療法を推奨してたグループにアドバイスを求めたんだ。いやいやそんなことやってる場合じゃないでしょ。その相手は20万人近くの人が参加してるグループだったので、すぐに50人ぐらいのメンバーから女性の元にこんなアドバイスが寄せられた。薬草の庭床やタイムといったハーブを飲ませるべきです。薄く切ったジャガイモやキュウリをおでこに貼るべきです。何をおでこに貼るって。そしてそんなアドバイスを受けた女性は、みんなアドバイスありがとう。早速やってみるわと答えていたが、その2日後に生後10ヶ月だった赤ちゃんの熱が40度にまで上がり、その後赤ちゃんは病院で治療を受けなんとか容体が回復する。それはよかった。で母親は何やっちゃってるのよ。ただ話はそれで終わらず、その日の夜に今度は4歳の息子が自宅で倒れ、すでに呼吸が止まっていたので女性は心肺蘇生をやりながら救急車の到着を待つことになり、息子たちの中で一番症状が軽かった子がいきなり倒れてしまったと、パニックを起こしていた女性は、救急隊員が自宅へ到着したタイミングで気を失ってしまう。それでその子がそのまま、ということね。だな。その4歳の息子はインフルエンザによる高熱と痙攣によって呼吸困難に陥り低酸素脳症、つまり脳が酸欠の状態となり意識を失っていた。そして生命維持装置につながれ意識が回復しないまま3日が経過すると、女性はお医者さんから、脳の機能が失われている状態で回復の見込みはありませんと告げられ生命維持装置が外されることになる。最初の段階で抗インフルエンザ薬をちゃんと飲んでればって話だし、そんな結果になったのは母親の責任としか言いようがないわね。この出来事が報じられると世間から、こんなの母親失格だろ。お医者さんじゃなく SNS を頼っちゃうなんて信じられない。ただただ子供がかわいそう。病院へ行っておきながらどうして薬を受け取らなかったのか。といった声もたくさん上がってたみたいだしな。確かに薬をもらわなかったって理解できない行動よね。やっぱりやめようみたいな気持ちになったのかしら。その後その女性がどんな処罰を受けたか不明だが、取材を受けた際に、家族みんなが悲しみに暮れています。親として何もしてやれず残念ですと話していたという。いやいや何もしなかったって話じゃないでしょ。その言葉は生命維持装置に繋がれた後のことを言ってたのかもだ。ああなるほど。っていうかその女性もあれだけど、自然療法を推奨しちゃってるグループの存在も問題ありでしょって思うけど、近年は SNS の普及によって根拠の乏しい民間療法とかも拡散されやすい状況になってるしな。だからつくよもそういった情報を鵜呑みにしないよう気をつけないとダメだぜ。了解です。それじゃお次はアメリカのミズーリ州に住む夫婦が赤ちゃんを電子レンジで加熱したって話だ。何それ嘘でしょ。それは2017年の4月に起きた事件で、いずれも22歳だった若い夫婦がある日、生後3ヶ月の男の子を抱え病院にやってくると、お医者さんに対し、
知人が漂白剤の染み込んだタオルで拭いたせいで顔に湿疹ができ傷ができてしまったと伝える。するとお医者さんは赤ちゃんが顔や頭に火傷を負っていることに気づき、詳しく検査したところ頭蓋骨が骨折してて出血した血が塊となって脳を圧迫してる状態、いわゆる硬膜下血腫の状態になっているのを確認する。二人はお医者さんに嘘をついてたわけね。それで赤ちゃんは無事だったの？幸いその赤ちゃんは治療を受け一命を取り留めることになるが、お医者さんは診察した時点で二人が赤ちゃんに対しひどいことをやってるんじゃないかと不審に思い、警察へ通報していた。そしてその後夫婦が赤ちゃんを傷つけた罪と育児放棄の罪によって逮捕されると、二人が赤ちゃんを床に落として怪我を負わせ、その後夫が赤ちゃんを電子レンジの中へ入れ加熱していたことがわかったんだ。ひどすぎる。二人は逮捕後しばらく黙秘を続けていたが、警察の捜査で妻からその内容を聞かされていた近隣住民が児童福祉サービスへ連絡していたことがわかり、起訴された二人はそれぞれ50万ドルの保釈金が設定され拘留されることになる。ちなみにその夫婦は1年前に女の子が誕生した後親権を放棄してもいた。そんなの怒りの声が上がりまくったんじゃないの？もちろんそうなって世間で、こんな奴らは子供を産むべきじゃない、二人とも一生刑務所から出てくるな、といった声が飛び交うことになる。そして裁判で極めて悪質な行為であるとされた夫婦は最終的に懲役20年の判決を受けたんだ。アメリカって子供に対する罪が重いものだとされてるのかしら？だな。多分日本だったらそれぐらいの判決にならないだろうし。それにしても赤ちゃんを電子レンジに入れるとかほんと信じられないんだけど。電子レンジは水分を振動させ摩擦熱によって温めるというものだから。水分をたくさん含んだ人間を加熱するなんてまさに鬼畜の所業だ。でも病院に連れて行ってるし命を奪うつもりじゃなかったんだろうね。加熱した時間が短かったおかげで命が助かったという話だしな。もしそのまま加熱を続けていたら、体内の血液が沸騰して臓器不全に陥り命を落としていたはずだ。そしてアメリカではそんな事件が実際に起きている。うわぁ。2011年の3月、カリフォルニア州に住む4人の子を持つ34歳の母親が、生後2ヶ月の女の子を電子レンジの中へ入れ5分近くも加熱し、その結果その赤ちゃんは全身の他内臓にまで火傷を負い命を落としてしまったんだな。一体動機は何だったのよ。結論から言うと動機は不明のままだ。何それ怖すぎるんですけど。その母親は逮捕された当初、発作が起きて気を失い気がついたら娘が火傷を負ってて倒れてましたと言ってたが、その後、自分の中にもう一人人格が存在してて発作を起こし意識が朦朧としていた、と語るようになる。だから何も覚えてませんって？だな。だから裁判で弁護士は、発作を起こし錯乱状態になっていた。普段は優しい母親で我が子を傷つけるとは思えない、と主張するが、最終的にその母親は終身刑の判決を言い渡されることになったんだ。供述内容が尻滅裂だし育児の色瀬をこじらせた結果、みたいな感じだったのかしら。内容が内容だし精神を病んでいた可能性は高いと言えるだろうな。とにかく信じられない。もうその一言って感じだわ。それじゃお次は南アフリカのハウテン州にある大手スーパーで、万引きをした男性が店内の冷蔵倉庫に閉じ込められ命を落としたって話だ。何それを店の人が閉じ込めたってこと？そうだぜ。それは2024年の5月に起きた事件で、その33歳だった男性は友人2人と店内でチョコレートバーを万引きした際、スーパーの警備員に見つかり逃走するが友人1人と一緒に捕まり、その後男性は店長の指示によって店内の奥にあった冷蔵倉庫に閉じ込められたんだ。それって大きい冷蔵庫みたいな場所だったわけね。だな。そこには食肉や魚が保管されてて室温は0度ぐらいだったという。そして閉じ込められてから数時間後、男性はトイレに行きたいと声を上げるがすぐには行かせてもらえず、それからしばらくすると近くにいた警備員が腹痛を訴える声を聞き、その尋常じゃない様子に救急車を呼ぶことになる。だけど救急隊員が到着した時男性はもう低体温症によって息を引き取っていた。それまでどれぐらい時間が経ってたの？トイレに行きたいと言ってたのが午後の4時頃で、救急隊員が到着したのは閉店後となる夜の9時頃だったそうだ。閉じ込められたのは何時だったわけ？万引きで捕まったのが朝の8時過ぎで10時ぐらいから閉じ込められていたんじゃないかと考えられているぜ。つまり11時間も閉じ込められていたと。これはあかん。そして冷蔵倉庫に閉じ込めたというショッキングな内容から世間は騒然とするが、最初の報道で命を落としたのがなぜか13歳の少年だったと報じられ、その影響から子供相手にそこまでやるのはさすがにやりすぎだと、
激怒した近隣住民たちがスーパーに石を投げたりドアを破壊し警察が出動する事態となったんだ。でも実際は33歳だったと。そう、だからその後正しい情報が報じられ暴動みたいな行為は収まることになる。っていうかスーパーは以前から同じようなことやってたんじゃ？みたいだな。地元住民から、過去にも同じような話がたびたびありました。警察に通報するか冷蔵倉庫に入るか選ばせていたようです、といった声も上がっていたという。ああなるほど。ってめちゃくちゃやってるわね。他にはこんな声も上がっていた。いつもは閉じ込めた後30分ぐらいで万引き犯を解放してたようです。だから今回の事件は閉じ込めていることを忘れちゃってたのかもしれません。店長が忘れちゃったと。だな。ってさすがにそれはないんじゃないの？この事件は最近の話でまだいろんな話が飛び交ってる状況だが、命を落とした男性のお姉さんは事件後こう話していた。一緒に捕まった友人は服が血まみれになってたので弟も殴られていたと思います。連絡を受け現場に行くと弟は座った姿勢のまま氷のように冷たくなってましたが、カメラの映像や証拠もないからまだ誰も逮捕することはできないと警察から言われました。なるほど。それで今も店長は逮捕されてないと。そう、だけど店長から指示を受け男性を閉じ込めた二人の警備員は逮捕されてて、その二人は命を奪った罪で起訴された。というのが今の状況だ。そんなのすぐ店長も逮捕されるんじゃ？警備員二人は指示に従っただけなんだろうし多分そんな流れになるだろうな。そして男性の葬儀に参列した数百人の地元住民からはスーパーを非難するような声も上がってたようだ。よっぽど万引きの被害が多かったのかしら。そんな流れから閉じ込めるといった行為をやるようになったみたいだな。でもさすがに冷蔵庫みたいな場所に閉じ込めちゃうのはアウトよねー。警察に通報すればいいってだけの話だしな。だから慢性的なものになっていたというか、行き過ぎた行為を当たり前のように続けていた。そして事件が発生してしまった。みたいな感じだったんじゃないだろうか。ちなみにスーパー側は、警察の捜査に全面的に協力していきます。万引きの被害に遭ったとはいえ、冷蔵倉庫に閉じ込め放置するというのは命を奪う行為であるとされても仕方のないことだと思います。と言ってたようだ。普段は30分ぐらいで解放してたっていうし、やっぱり店長が忘れてたって話になるのかな。それじゃお次はアメリカのテキサス州に住む31歳の男性が、タプーを入れた後海で泳いで細菌に感染し命を落としてしまった話だ。ほほう、今度はタプーですか。それは2017年の6月にテキサス大学の研究チームが医学誌に発表し明らかになったやつで、その男性は十字架などのタプーを右足に入れた5日後メキシコ湾の海で泳ぐと、それから3日後に強い痛みを右足に感じ病院へ入院することになる。その時点でひどい状態だったの？その時男性の足は皮膚が黒くなり水泡もでき始めていて、さらに肝機能が抵抗し肺血症ショックの進行によって12時間後に重篤な状態となったんだ。そしてそのまま人工呼吸器をつけられると抗生剤を投与され、その後容態が良くなり入院から18日後にリハビリを開始するが、しばらくするとまた容態が悪化し入院した日から2ヶ月後に命を落としてしまったんだ。それでその原因が感染だったと。そう、男性はタプーを入れたばかりで皮膚に傷があり、その状態のまま海に入ったことで海水で繁殖するビブリオバルニフィカスという細菌に感染してたんだな。アメリカの疾病対策センターによると、アメリカではその細菌に感染する症例が年間8万件ほど発生し100人ぐらいが命を落としてて、その患者のほとんどは男性が泳いだ場所となるメキシコ湾で取れたカキを生のまま食べた結果だという。年間8万件ってすごい数字ね。つまり一般的には生のカキを食べるとビブリオバルニフィカスに感染すると認識されていたわけだが、この事例は傷から感染し命を落とすという珍しいケースとして話題になったんだ。お医者さんもびっくりしたわけ？だな。例えばこの報道を聞いたある日本人のお医者さんは、ビブリオバルニフィカスが皮膚から感染するとは驚きました、と言い、それと同時に、この事例は男性が慢性的な肝疾患を患っていたという部分がポイントになるでしょう、と話していた。つまり男性は肝臓が悪かったと。そう、以前からお酒をたくさん飲んでて肝臓がボロボロになってたから、免疫力が低下している状態でビブリオバルニフィカスに感染し重篤化したんだな。だから逆に言うと肝臓が健康な人であればビブリオバルニフィカスが体内に入っても問題ないとされている。それは肝臓がしっかり解毒してくれるからってことかしら。だな。健康な人だとビブリオバルニフィカスを肝臓で解毒できるが、肝硬変といった肝臓の疾患を抱えている人の場合だと、肝臓で解毒されないまま細菌が血液に乗って全身へ広がってしまうんだ。ほほう。
それでその元凶が生の牡蠣であることが多いと。他には生の魚から感染する可能性もあるとされていて、お医者さんは肝硬変や免疫低下など基礎疾患のある人は十分気をつけましょうと言ってる。つまりこの事例はタプーがどうこうというより慢性的な肝疾患を患っていたというのが、最大のポイントとなるわけだ。なるほどねー。ただタプーは細菌に感染するリスクが高まるとされている。だからタプーのある人は感染を防ぐため衛生的な状態を保つようにしましょうって言われてるぜ。今はもうおしゃれ感覚でタプーを入れてる人も多いだろうしね。つくよもタプーを入れた後すぐに海で泳がない、生の牡蠣は食べないようにする。って覚えておいた方がいいぜ。オーケー。でタプーは痛そうだし多分そんな日は来ないかな。それじゃラストはブラジルのミナスジェライス州に住む15歳の少女が、まぶたの端にピアスを開けたことで感染症にかかり命を落としてしまった話だ。え、まぶたにピアスなんて開けたの？まぶたっていうかあれだ、眉毛の端っこあたりに開けるいわゆる眉ピアスってやつだぜ。あーなるほどびっくりしたー。で一体何があったのよ。それは2021年の7月に起きた話で、その少女はある日、専門店でピアス開けたいからお金ちょうだいと母親にお願いするが、その母親はピアスに対し否定的な考えを持っていたので反対しお金を渡さなかった。その時眉ピアスをしたいって言ってたわけ？みたいだな。まだ15歳だし普通に反対するわよねー。そこで諦めてくれればよかったんだが、その後少女は薬局でピアスを開けるための針、いわゆるニードルってやつを購入し、友人の助けを借りながら左眉の端っこに針を突き刺し、ボディーピアスをつける。ただ傷口に染みるのが嫌だという理由で消毒液を使用していなかった。これはあかん。するとその3日後に左まぶたを中心に顔全体が腫れ上がった状態となり、少女は病院で診察を受け薬を受け取るが、翌日になると症状がさらに悪化し心配した家族が大きい病院へ連れて行く。するとお医者さんから感染症にかかっていると診断され、少女はそのまま入院し集中治療室で治療を受けることになったんだ。それは細菌が感染しちゃったってこと？その原因となったものについては報じられていないが、病原性の微生物である何かしらの細菌がピアスを開けた傷口から侵入し感染症を引き起こしていたようだ。感染症って広い意味で使われる言葉なのかしら？だな。自然環境の中に存在する細菌、ウイルス、カビなどの微生物が体内に入ることによって、引き起こされる疾患を指すものとなる。そして少女の体内で細菌が増殖し続け炎症によって臓器に障害が発生する状態。いわゆる敗血症に陥り何度も心肺停止を繰り返し、少女はピアスを開けた日からわずか10日後に15歳という若さでこの世を去ってしまった。たった10日って家族は相当ショック受けただろうね。少女の叔母は目に涙を浮かべながらこう語っていたようだ。私もピアスを開けることに反対してたのでどうして言うことを聞いてくれなかったのか。もっと強く反対するべきだったという思いがあります。きっと少女は軽い気持ちでやったんだろうし、それを考えると周りの人たちはやりきれない気持ちでいっぱいになったんじゃないかしら。反対してお金を渡さなかった母親が一番辛い気持ちになってたかもな。確かに、あそこでお金を渡してちゃんと専門店に行かせてさえいれば、ってどうしても思っちゃいそうだし。しかも眉ピアスはサーフェイスピアッシングという表面に近い場所に穴を開けるものだから。なおさら自分でやるのは危険であり、少女は深い場所に穴を開けてしまい感染症のリスクを高めてしまったとされている。さらに目から近い場所に穴を開けるわけだから。特に眉ピアスは自分でやらず専門店や病院でやってもらうべきだと言われてるぜ。助かったとしても目に後遺症とか残りそうよね。少女の治療に当たったお医者さんは、助かっていたとしても左目の視力を失っていたでしょうと言ってたみたいだしな。そして同じくブラジルでは2022年の7月に、20歳の女性が、唇にピアス開けた後感染症にかかり命を落としている。それも敗血症だったの？そうだ。その女性はその2ヶ月ほど前に唇にピアスを開けると、やがてまともに動かせないほど口の周りが腫れ上がってしまったという。そしてその後にひどい頭痛と発熱に襲われ昏睡状態となり、病院へ搬送されるもすでに脳の 40% 近くがダメージを受けててそのまま帰らぬ人となってしまった。脳の 40% ってことはもし助かっていたとしても、そう、いわゆる植物状態になっていた可能性が高いでしょうとお医者さんは言ってたようだ。これはもう全然人事じゃないというか、誰にとっても身近な話ってなるわよね。一昔前ほどじゃないが今でも若い女性を中心にボディーピアスって人気だし、さっきみたいな話もあるから子供を持つ親御さんなんかは特に気をつけないとだ。
ボディピアスって一昔前に流行ってたの？20年ぐらい前にボディピアスが大流行して、男女問わず若い子たちがでっかい穴を耳に開け、眉ピアスをしてる人は少なかったが、鼻とか唇にピアスをしてる人も多かったんだぜ。それでその頃から安物のピアスをつけ金属アレルギーになっちゃったり、穴の部分が炎症し化膿しちゃったりと世間でちょっと問題にもなっていた。だからまあまとめると、ピアスの穴は自分で開けずプロにやってもらう、開けた後はマメに消毒する、金属製のピアスはつけないといった心がけが大事になるぜ。そもそも感染症で命を落とす可能性があるなんて普通考えないだろうしね。唇にピアスを開け命を落とした女性の母親は、私の娘がピアスのせいで命を落としたのは事実です、そのことを皆さんに知ってほしいです、と語ってるしな。近々ピアスを開けたいと考えてる人は専門店か病院に行ってくださいね。つくよちゃんとの約束ですよ。はい、というわけで今回は意外な要因によって人が命を落とした話をいくつかしてみたが、どうだった？どれも意外だったけど、最後のピアスの話は身近に感じる内容でなかなかゾッとしたかも。単純に一番怖いやつは電子レンジの話だったかもな。いや、ほんとトラウマレベルというか、ちょっともう内容を思い出したくない感じだよ。ってことで、同じような話もこれまでちょいちょい紹介してるから、やばい話をもっと聞きたいって人はよかったら過去の動画もチェックしてほしいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。